通行中の名古屋市民の皆様、また愛知県民の皆様、また名古屋市民、愛知県民以外の日本国民の皆様、そして外国人の皆様、本日はこの日本で一番素晴らしい、日本で一番工業生産高がある天下のトヨタ自動車を有し、東京天皇陛下が待つ帝都東京ですが、皆様、愛知県には負けております。大阪のような知事は好きですけど、民度の低い在日外国人、そしてまたブラック解放同盟、反社会的なヤクザの人の多い大阪府、そのような愛知県よりも一段も二段も低いような大阪知事に、愛知県はバカにされております。なんて私たちのこの愛知県が農業生産高日本一、皆さんどこか知ってますか？日本で農業が一番盛んな市は、今日私が来ました田原市です。田原市は4年か5年農業生産高日本一、愛知県は工業生産高日本一で、私の記憶では40年は工業生産高日本一を続けております。皆様、こんな素晴らしい愛知県で、この素晴らしい愛知県に昨年大村バカチン知事、大村外国知事は愛知県に泥を塗りました。私はこのような大村知事が許せません。昨年の新しい天皇陛下が即位し、日本国中が令和元年で喜びに包まれ、天皇陛下おめでとうございますと国民が大祝福している中で、大村の外国知事はこともあろうに愛知県の我々の血税を使い、日本国政府の補助金を使い、名古屋市の税金を使って、天皇陛下のおじい様、昭和天皇陛下をバーナーで焼き、足で踏むという、とんでもない売国行為を黙認し、認め実行いたしました。このような大村知事は、私は藩士に値する。このような売国行為は藩士に値すると私は考えます。だから私はこの同志の皆さんと共に、山下浩一と共に、大村先生の政治的な首を取るために、名古屋市において、安城市において、また私の地元である豊橋市の商工会議所において、大村売国知事を今すぐ辞めさせろ、今すぐ合法的に政治的に首を取り、昭和天皇陛下の御座先お墓に捧げろと訴えました。皆さん、この誇るべきふるさと、工業生産高日本一、農業生産高高日本一、こんな豊かできれいで、
まあ、それは許容の範囲として素晴らしい豊かな本当に愛知県民がいるにもかかわらず、大阪府知事にバカにされ、帝都東京の小池先生からは何をバカなことを言っていると愛想をつかれ、愛知県民は恥ずかしくて立つ瀬がありません。皆さん、こんな原因を作った大村梅国知事は今すぐ辞めさせましょう。私は親戚に福井県も大阪にも親戚がいますけれども、お盆に帰るにあたり親戚中からどうしてあんな天皇陛下を侮辱する大村をいつまで知事にしているんだと叱責され怒られる気がして気が重いです。愛知県の恥、愛知県民の恥、愛知県の恥、大村責任を取れ。愛知県庁の前で坊主になって丸々せよ。これは脅迫罪と構成しますので表現できません。適当に漢字2字が入ります。入れてください。自意行為である自意という言葉でないことは確かです。以上で私のお訴えを終わります。愛知県の恥、愛知県民の恥、こんなバカな父をいただいていたら愛知県民は全国の皆様からバカにされます。僕はそんなバカな愛知県民でもないし、そんなバカな全国に笑われるような愛知県に住んでいません。終わり。おむらやめろ。あんたらやろ。あなたは愛知県民として恥ずかしくないんですか？私は恥ずかしくないですよ。私は愛知県に誇りを持っているから、バカなことをした大村さん、今度の中国シラ共産党の発生されたコロナウイルスの対策対応知事としてなっておりません。なんて患者の方の個人情報の名簿を公にネットの世界で出してしまったんだ。おむら、愛知県民が県庁の職員がこんなバカなことをするのは、あなたの管理責任はないからだ。どうして大村知事を違反するんだ。あのような下品な人を違反するような反日細工のようなナンセンスな人間が出てくるんだ。大村さん、あなたは保守、自民党推薦、公明党推薦の保守議員ではないんですか？大村知事を糾弾すると安城の会場においても豊橋の会場においても反日左翼、暴力を使う左翼の連中、反対派がかすなヘイトスピーチをする、ちょっと面白いことを言う、そんな連中にかすなと散々私は攻撃を受けました。